町からのお知らせ。極東町役場新庁舎落成式、能登半島地震災害派遣報告など集いにお邪魔します。今回は朝日通り地区のツアーにお邪魔。南阿蘇鉄道への乗車の様子やアーティストビレッジ阿蘇奥ロック見学などの様子をお届け。消防の番組、令和6年度高森町消防団辞令交付式の様子をお届け。沢田の絵本紹介コーナー、今回はガブリエル晩餐特集をお届け。週刊情報高森、まずは話の部植栽、続いて高森町夢応援プロジェクトオリジナルゲーム開発体験教室、2つの話題。その他の番組はご覧の通りです。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで、 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？ TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。町からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。